ブルーミンデイズ。日々これ良き日。前半では厄払いと節分の関係、いわれ、江戸時代の風習などについてお話しいたしました。科学的な根拠は不確かで、陰陽道由来とされるものの出典は曖昧で、正確なことは分かっていないという厄年ですが、その起源は天文、歴数、木星などの知識を用いて吉凶や家福を占う陰陽道にあり、これに基づき日時や方位の吉凶が定められたのと同時に、災いを招きやすい年である厄年もできたと言われています。この陰陽道とは、陰陽寮で教えられていた天文道、歴道といったものの一つで、古代の中国で生まれた自然哲学思想、陰陽五行説を起源として、日本で独自の発展を遂げた呪術や戦術の技術体系のことです。中国の春秋戦国時代頃に発生した陰陽思想と五行思想が結びついて生まれた思想を陰陽五行思想といい、この陰陽五行思想にさまざまな学問、宗教、呪術を取り入れ、独自に発展したものが陰陽道と言われています。当時はまだ陰陽、悪陽といった存在が当然のように信じられていたので、朝廷を中心に陰陽を鎮める五陵信仰が広まり、それが陰陽陵と呼ばれる朝廷の役所の職務に含まれるようになりました。大抵は大掛かりな儀式など行うことはなく、直番と呼ばれる実官、十二支といった占うために必要な文字や記号が記入されていた道具を使い、いつどの方角に向かうと今日となるのかを予知して、それを回避させていたそうです。厄年というと、一般的には良くないことが起こりやすい年と考えられがちですが、元来は違う意味を持っていました。かつて日本全国の村々には必ず氏神様を祀る鎮守の森があり、村人が協力してお祭りを行っていましたが、一定の年齢に達した人はその経験を認められ、お祭りの神事に奉仕する役目を担う重要な神役を任されるのが習わしでした。この神様にお仕えする大事な役目を任される年がもともとの厄年でしたが、無事にお役目を果たすためには普段にも増して病気や怪我、その他家庭的、社会的なトラブルを避けなければなりません。そのため、その役を行うにあたって神様に失礼のないように言動や行為を慎み、心身を正常にするためにご祈祷を受けたのが始まりであると考えられています。今でも地域によっては初宮詣、七五三、十三参り、見祝い、年男、年女、還暦以降の賀寿の年齢も厄年とするところがあります。ところで、厄年の概念は日本国内だけではなく、ハワイに移り住んだ日系人社会にも受け継がれていますが、その捉え方には差があります。主に男性の満41歳の誕生日に行われる厄年パーティーでは、主役は赤い服に
赤い礼を身につけ、料理にも赤飯や鯛など赤い色の食べ物を並べるのが習わしで、友人や親戚を集めて盛大なパーティーを開く人も多く、ハッピー厄年と迎えられ、最後は万歳三唱で締めくくられるそうです。ハワイでの厄年はおめでたい行事として受け止められており、日本のネガティブな面が強調される厄年とは正反対のようです。海を越えたハワイに伝わる厄年は本来の晴れの日としての面影を残したものと言えるのかもしれません。大阪八尾市の駒神社のホームページには厄年の意義というページがあり、そこには厄年の現代的な意義が書かれています。戦後急速に都市化が進んだ日本では、かつて村ごとに当たり前に行われていた宮座を組んでお祭りに奉仕する神厄としての厄年の風習が薄れてしまい、災難を恐れる面ばかりが注目されるようになってしまいました。それでもなお現代の厄年には人生の節目として年齢とともに変化する自分の役割を再確認する年、今まではたまたまトラブルにならずに済んできた何気ない習慣を見直す年、その年まで生きてこられたことに感謝する年という意義を見出すことができます。車で接触事故を起こしたら、親に厄年だからお祓いに行けばと言われたとか、仕事でトラブルが続いています、調べたら厄年だったのでお祓いしてくださいといったご祈祷の依頼を受けますが、中には悪いのは厄年のせいだからお祓いすれば大丈夫、自分に非はないと言わんばかりの人もいます。何事にも原因はあるものです。何気なく繰り返してきた自分の日々の行いを一度立ち止まって点検してみる、改めるべき点に気づけたならそれを改める努力をする、その上でもし人の力では免れ得ぬ災難があるならば、神仏のご加護によって大難を小難に、小難を無難に転じていただく、そんな心構えが大事だと思いますと書かれていました。厄という漢字の原義は木の節であり、これは製材や工作するときに不便なことから転じて最悪、苦難の意味に用いられるようになりました。しかし竹など長くて強くなるには節があってこそです。今後の人生をより良くするためにも、節目となる厄年をうまく過ごして迷信などには惑わされないようにしたいものです。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。